私を許さない。許してあげなさい。何したか分かんないけど許してあげなさい。あとそんな危ないとこ立つんじゃない。落ちたらどうすんの。あ、すいません、おせっかいなところ出ちゃいましたね。どんな動画の始まり方してんだ。今回はこちらのゲームをやっていきます。なんとですね、このゲーム脅かし要素がとても多いらしいです。これはホラー苦手な人、ビビりな人、克服のチャンスよ。なんかホラー要素が薄いもので徐々に慣れていくっていうよりは、いきなり怖いものが多かったり脅かし要素多いもので慣れた方が大抵のことにもう動じなくなるから、ここチャンスよ。もう苦手な人ってね、大体あれなのよ、気合が足りんのよ。精神論。考え方古いかな。なんか今の時代だと俺嫌われそうだな。まあ苦手な人はね、まあいると思うから、そういう人たちは気合が足りんのよ。じゃあできます。初めからどれぐらい多いんだろうな。どんな脅かしがしてくんだろう。このゲームはフィクション。あ、読めないよ。このゲームには恐怖を与える。早くない？いつも思うけど、だいたいこういう注意書き読ませる気ないよね。なんか赤い文字で呪われるみたいなこと書いてなかった？スタジオコアラ、私がこのゲームをダウンロードした時に一番まず怖いなって思ったこと言っていいですか。このゲームの作者さんの名前がキヨさんでした。そんな怖くないっていう。そんな怖くないっていう。ただ同じ名前だったっていうだけ。さあ始まった。暗いね、しほちゃん。暗いね、確かに。暗いっていうか闇だね。懐中電灯持ってきてよかった。ユキ、早くつけて。お、ユキちゃん。ユキちゃん、シホちゃんのコンビでやってんのかな。うん。暗いな。うわぁ。まあおかしいけどね、それ以外の部分が闇っていうのも。だいたい懐中電灯で照らしたらなんとなく周りも見れるけどね、安順の明順のみたいなやつ習わなかった？なんかだんだんちょっと慣れてくるみたいな。玄関横の窓の鍵、いつ壊れてるの気づくかな。深夜の学校に入ってきたって感じか。これじゃあ泥棒も入り放題だし。特に何も返さない。ねえ、大丈夫かな。夏なのかな、夏服なのかな。ん？だって警備員さんとか来ちゃったらどうしよう。あー、大体そうだよね。気の強い女の子とビビりだったり控えめな女の子みたいな。ということはよ、俺の予想だとこのユキちゃんっていう方がメインの主人公なんじゃないかなと思います。大丈夫だって。多分どっちか知るでしょ。嫌な考察。すげえ嫌な考察してる俺。多分どっちか知るでしょ。大丈夫だって。前に先輩が忍び込んだ時は全然平気だったってさ。てか、今更帰る？うん、ごめんね。早く取りに行こう。教室のロッカーの中でしょ？あ、忘れ物をしたみたいな感じか？取ったらすぐ帰ろう。そう、始まった。ドアの横の札を読むことで教室名がわかります。下側も隠れてしまっていますが、読むことができます。はいはいはい、教室名。見た方が、覚えた方がいいってことなのかな？で、ああ、びっくりした。ああ、いるんだね。動ける。すごいな、偉いな。深夜の教室に来てちゃんと縦で歩いてんの偉くない？だいたい学校ってさ、横で並んで歩いちゃわない？でちょっと邪魔だけど、まあまあ許されるみたいなさ。3人ぐらいだともう廊下通れなくなるから、まあ2人ぐらいにちょっとその時はなるけど、基本横で並ぶのにここ縦で歩くのめちゃめちゃ偉いと思うんだけど。走ることもできんのね。あ、でアイテム的なやつか。セーブ。はい、これは20個ですね。これ20のパターンだな。16だった！いや、今悩んだのよ。なんか久々のこの感覚、もしかして16なんじゃないかって。そう、16もあったんだけど、今20で、いや、最近これ当てれてねえな。うわ、これ16のパターンだったか。うわ、今16のパターン。保険かけて20か16って言っとけばよかったな。なんで俺こんな熱くなってんの、セーブの数に。どうでもいいことに熱くなってんな。で、トーク。しほちん。ママ。まいこちゃ。ケンタ。ケンタ。ケンタだけケンタなんだ。ケンちゃんとかじゃなくケンタだけケンタなんだ。シホチン。家抜け出せ。あ、これが今この下のシホちゃんか。シホチンね。で、電話してたと。ママ。今日は遅くなる？ 5 時くらいには帰るよ。OK。あ、いいね。普通のママとのやりとりって感じだな。マイコちゃん。テストやばし。わかりが。なんじゃそのスタンプ。
え、ね、友達が作ったお前の。舞妓ちゃんの友達が作って、もうなんかクラスの友達ぐらいしかダウンロードしてなさそうだけどな、そのスタンプ。ケンタ、来週間とかとカラオケ行かね。女子は北島とかと来るよ。死を誘っていい。もうここら辺もなんか使うってことなのか ?LINE だね。で、下にはもう行けないんだな。行けそう。スクロールできそうだけど。で、コール。あ、電話できんだ。あ、でも今別に選ぶことはできない。で、メモは見つけたもの。了解。なんとなく分かったよ。じゃあやってっか。なんだかんだ言いつつ、ちょっと他のところとかも入っていきたくなっちゃうよね。で、俺どこに行くって言ってたっけ？教室だかなんだかって言ってたっけ？調べれるわけでもなく、あ、何も調べれないのか。これはそっちの方に行かなきゃ。これどっちに行くんだろう。男子トイレ入れない。偉いな。深夜の学校って大体何でもやりたい放題にするのにさ、この子縦にも並ぶし、男子トイレには入る。偉くない？すごく偉い。そっちから行くとめっちゃ遠回りじゃん。あ、そうなんだ。しおちゃん分かんないのよ。暗いし近い方から行こうよ。確かにね。いや、しほちゃん、ゆきちゃんは知ってるかもしんないけど、きよちゃんは知らないのよ。しほちゃん、ゆきちゃんは知ってるけど、きよちゃん、この学校のこと知らんからさ。マップくれないかな？学校の地図なんて持ってるやついないと思うけど。お、学校だより。最近、高学年が1年校舎によく出入りしているようですが、基本的に多学年の校舎には要件がない限り立ち入り禁止。あー、あったあった、なんかあったわ。他のね、学年の人が来てるとなんだなんだみたいに、ちょっとそういう空気になるよね。あったあった。ルールを守り、規則正しく楽しい学校生活を。あー、まあ3、まあ1年生はさ、3年生とか2年生が来たらちょっとビビっちゃうところもあるよね。え、なんだろうなんだろうみたいな感じで。で、2年生と3年生は特に要件がない状態、2、3年が特に要件ない状態で下の学年に行くっていうことは、もうただのね、なんかね、力アピールをしたいだけよ、男なんて特に。おいおいおいみたいな、ただ単純にそれだけ。要件がないのに言ってるやつはそれだけ。もう俺がね、ちゃんと補助して言うわ。保健室入れないんだな。ここも。ここは職員室。職員室はやっぱ閉まってるね。ついでに期末テストの答案盗んでく。あ、バレたらやばいね。期末テストの答案盗んでる。今そんなやついるのか？そんなことするやついんのかな？でもさ、盗む。いや、期末テスト盗んでさ、バレてとんでもない定額とかさ、そういうことになるよりは、もう、なんかもう自分のさ、ちゃんと自分の力で勝負しろよ。で、ここは？物置。はい。PC ルーム。入れるわけじゃない。どこの教室に入ればいいんだ？指導室。なんか言ってたっけ？なんかもう忘れちゃった。どこに行けばいいのか。とりあえず上に行こう。うわ、なんか独特な歩き方すんなお前ら。で、ユキ、ここを右に曲がってすぐの B 組だよね。うん、そうだけど。あ、なんだい。なんかやっぱ夜の学校って暗くて怖いね。まあ夜の学校は怖いだろう。で、右ってどっちへ。どっちなんだろう。このゆきちゃん、しほちゃんから見て右なのか、俺から見て右なのか。俺から見てでいくよ。俺から見てで。あ、C! C! B って言ってたっけ？ D、あ、ま、お前らから見てかい。お前らから見て右かい。まだ脅かしようとそんな来ないな。ここか？入れないな。ここは？ A、う？ D、C。ここ B じゃないのか、普通。こっちは？おかしいだろ配置。待て、ここは、奥は、あ、ここ B でしょ。並び順が BAD、BACD、おかしくないか。いちいち突っ込むところじゃないのかな。B、ここか。あ、鍵かかってる。そりゃドアは開かないっしょ。だよね。そこの下の、なんていうの？小窓っていうか、小ドアっていうか、小ドア、小窓？そこ。この前竹中がぶっ壊してたから開くんでしょ。そうそう、竹中はこの前も窓割ってたし、本当は暴れ猿みたい。あいつはね、この竹中ってやつ出てくんのかな。暴れ猿竹中ってドドンみたいな感じで、暴れ猿竹中って出てくんのかな。そんじゃあそこから入ろう。どこのこと言ってんの。どこ、ここ、ここ窓あるけど。あ、ここやっぱ開いてる。ほんと無用心な学校だな。さっさと忘れ物取って帰ろう。そうだね、怖いし。さあ、そろそろ来るんじゃないのかい。お、月の光でちょっと明るい。
わっ、ゴキブリ歩いてるし、この暗闇の状態、まあライト当ててるからかな、ゴキブリが歩いてることをよく見えたな。ゴキブリ歩いてるってあんま言わなくないか。ゴキブリいるしか言わなくないか。ギャー、ほんとだ。まあ、うちの学校汚いしね。てか机どれ。一番奥の列だよ。うん、一番奥の列。そろそろ来るよ。はい、もう仕方ないな。ビビリな方々にはちゃんと俺が警告しておきましょう。そろそろ来ますよ。この流れはまず第一のビビリ設定、ビビリポイントが来る。カーテンが開いてるな。なんだこれは。おお、今の一瞬で分かったぞ。悲しい過去、机にお花は悲しい過去が。あ、意外とストーリーちゃんとある感じかな。なんかお化け的にバンバンバンみたいな、忘れ物取ったけど学校から出れないみたいなさ、お決まりパターンじゃなくてストーリーちゃんとある感じか。ユキ？そこ安藤さんの席か。安藤さんがなんか、あー、あったんだろうね。うん、まあついこの間だもんね。あん時は学校も大騒ぎだったからね。いいよ、なんでもない。私の席はこの前の席だから。安藤さんと仲良かったりしたのかな。前の席、これか。どこにあるかな。机なんか汚っ。あ、でもやっちゃうよね。まあ高校とかは先生とかがなんかいろいろ言ってくるからなかったけど、小学校の頃とか給食の食パンとか入ったままだったもん俺。袋に入ったさ。いや、これなんか汚いとかありえないと思うかもしんないけど、あるのよ。なんか給食の何かしら包装されたものが机の中に入り続けるっていう現象、あれ何なんだろうね、あの現象。いいじゃんか、うるさいな。もうでもほんとプリントだらけでやばいなこれ。まったく。お、なんじゃ。ウィーンって聞こえたよ。ウィーンが聞こえたぞ。君ってやつは意外と知的なのかな、この志保ちゃん。見た感じなんかギリギリ等圧検査引っかかりそうな色だけどね。ギリギリ引っかかりそうな色してるけどね。地毛ですで押し通そうかなって思ってるけど押し通せないパターンだぞ。トーク？ LINE か。いや、カカオトークの可能性もあんな。うん、そう、舞子から。舞子ちゃん、てかプリントあった？あった。これさ、プリント1枚のために来たの？これ そんな夜中の学校に侵入するほどのことなの、このプリントは。別に明日の朝でもいいんじゃないのって思うけど、まあ相当大事なのかな。これこれ、もし明日までに終わらせて提出できなかったらアホほど怒られるとこだって。あー、そういうことか。で、学生だからバレなきゃ大丈夫っしょっていう気持ちでいちゃうわけね。あー、まあこれどうなんだろうね。俺だったらもうプリント忘れたら諦めるよ。もしくは友達も持ってるだろうからコピーさせてもらうとかね。それでもいい気がするけどな。じゃあ今日徹夜じゃん。このしごちゃんのやつコピーとかさ。頑張れよ。クラス違うのかな。はあ、それじゃ早く帰ろう。はい、来る。あれ、さっき俺一回来るって言わなかったっけ。ビビるポイント来ますよって言って来ないのも多分ムカつくだろうな。来ないんかいみたいな風に思う人いるよね。トークは特にここら辺がなんか進むわけでもないのかな。と言いつつも教室を調べたくなるな。バケツに、ここに上がれない。いや、深夜だから上がらないのか。なるべく自分の足跡を残さないようにするのかな。この内側から鍵開けちゃえばいいのに。もうどこだ、ここだっけ、うん、ここだったっけ、ここか。ここでセーブ、いちいちセーブしなくていいから。ちょっとゲームを上げます。はい。で、あ、こういうのってホラーゲームって大体なんかさ、明るめ夕方ぐらいの時間にあげたらさ、あ、こっちじゃないね、外だ、あ、下だったね。こ、あの夕方ぐらいの時間にあげたらホラー苦手な人も見やすいかもしんないけど、俺今ね撮ってんのが今現在時刻よ、8時43分なのよ。もう諦めてくれ。この投稿は多分夜10時ぐらいになるかもしれん。いや、編集早っ。ユキ、ちょっといい？どうしたの？トイレ行きたい。わー、来た！不自然、我慢せ。え、マジで？
結構最初から我慢してたんだけど、ちょっときつくなってきた。行くの？うーん、行っていい？オッケー。バラバラになるのか、バラバラフェスティバルするのか、なんだそっちは頼むみたいな体勢とんな、お前らで背中は任せたよみたいな。セブシオ、トイレってどこだったっけ？あ、2階のトイレ。2階のトイレでいい？使い慣れてるしさ。2階のトイレでいいけど、こっちでいいのかな。さっきこっち行こうとしたら怒られたもんな。あ、ここか。はい、トイレは起きるでしょう。そんじゃあ私行って、なんで俺求めてんだホラーを。そんじゃあ私行ってくるから。え、私は何も出ないんでしょ。外で待ってて、すぐだからさ。あ、うん、早くしてよね、怖いから。わかったわかった。さて、あ、動けない。遅いな、もう4時間経ってるよ。変な、長いな。でもわかんないからね、人によってトイレの長さって。めっちゃ怖いから早くしてよ。動けない。誰？え、なん、着信中。ゆきちゃん、ゆきちゃん、登録ネーム独特すぎんか。こんな名前で登録する子、多分絶対ネットで出会った人でしょ。こんな名前で登録するの絶対ネットで出会ったやつじゃん。あ、なにこれ、電話、誰から。拒否るか。拒否るも何も、何だったんだ今の、何だったの一体。そういえば潮が帰ってこない。見に行った方がいいかな。見に行った方がいいんじゃない。今着信履歴ないの。着信履歴ないんだな。トーク、ここら辺も変わんないんだな。もう LINE すればいいのにな。セーブしとこっか。行くぜ。さあ何が起きてる、何が起きてる。志保いないの。ビビりだからここユキちゃん耐えられないだろうな。でもね、ビビりじゃないよこのユキちゃん。怖いって言ってても深夜の学校に来れる時点でこいつはビビりじゃねえ。なんで電気つけてないの。あ、怪しい BGM になりましたね。怪しい音楽が流れてきた。さあ、し、おっとっと、な、うん、だ、うん、待て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 、誰誰、君、君誰、君、貞子みたいなやつ、トイレの貞子さんになっちゃってるよ。トイレの花子さんじゃなく、トイレの貞子さんになっちゃってるけど。志保、どうしたの、いないの。返事してよ。いるよ、首だけすごい動いてる。もののけ姫の小玉ぐらい顔動いてるけど、何も動けないな。いないんだよね。どうしよう、潮の携帯に電話かけてみようかな。お、なるほどな。じゃあコールしてみっか。さあ、目の前にいるはずだけどな。これ潮ちゃんじゃねえのか。じゃあダメだ、潮の携帯の音聞こえない。気づかないうちに出てったのかな。いや、気づかないうちに出ていくわけないでしょ。天才すぎないか、出て行き方が。で、あ、ノックしてる。花子さん、なんか3回ノックとかあるもんね。お、こっち向いた、こっち向いた。ノックしまくったらこっち向いた。おい、あいつこっち向いたぞ。ゆきちゃん、もう、もはやそのノックの量は煽りプレイだ。煽り運転まで行ってる。そのノックはもはや煽ってる幽霊よ。幽霊もちょっと困ってるよ。ノック3回してきた、はい出よ、じゃなくて、こいつノック止まんねえんだけどみたいになってるよ絶対。どうしようかな、セーブして出てみる。これ出ようとしたらさ、襲ってくるのパターンもありえるよね。ふん、だるまさんが転んだ方式。今開いたか、開いた。いなくなってる。マジックしてる。イリュージョンしてんな。グランドイリュージョンだな。セーブしとこう。もう一回電話する。あ、電話できない。あー、なるほど。その時のちゃんとイベントにあった状態じゃなきゃ電話できなかったりするってことなんだね。 LINE もできないし。セーブしよう。じゃあ出ていいのかい。どうしようか、ゆきちゃん。
しお、どこ行ったの？一回、玄関前にいるかな？玄関前に行くまでに何か起きるんじゃない？とりあえず一回に行こっか。寄り道はしなくていいんだね。心配だよな、今、しおちゃん。この心配だと思えない歩き方。絶対心配してないんだよ、そいつ。早歩きで。しお、壁に向かって言うな。俺のせいなんだけどさ、壁に向かってしおは、しおちゃんがもしたまたまこの絵を見かけてたら、え、ユキなんかやってるってなっちゃうから、なんかユキ危ない薬打ってないって、私壁じゃないけどってなっちゃうから、しお、いるんでしょ？来るか。お、勝手に動いてんな。怖いからもう、先に帰っちゃうよ。いいの？お、電話来た。びっくりした。遠くかな？あ、遠くか。見ようか。あ、しおちん2件来てる。なんて？なんて？に、あ、2の F、 2階の F ってことね。2階の F なんてあったっけ？ F なんてあったっけ？2の F っていう教室でしょ。2の F ってことでしょ。あったっけ、2の F なんて。しおちん、これ霊がやってるとしたら、なんで霊は LINE してるな。あ、霊よ、なぜお前は LINE してんだ。 4G なのか。セーブしとこっか。と言いつつ学校出れるエンドとかないのかな。あー、ないな、行けないな、外には。じゃあちょっと待って、2階行ってみよっか。その歩き方好きね、君。もう慣れちゃってんのかな、体が。だってさ、ここさ、2の C で D だよね。で、こっち奥行けない、下も行けない。 CDA、違う、 BACD なんだもんな。この教室、この学校ちょっとおかしいのよな。これ札変えるだけでいいのにな。 BACD、 下行ってねえか、下行けんのか。あ、下行ける、下だ。じゃあ男子トイレ入れない。ここ札はないのか。あ、これか、札。 E、 F あった、 F あった。開いてる。 F 来ましたよ。さっきの志保からのトーク、何か意味があるの？うん、なんかリアル脱出ゲームみたいになってるよね。今なんか学校を使ったリアル脱出ゲームやってない俺。で、さっきのメモをもう一回見よっか。はい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 、わかりやすいね。これは机の位置で、左から3番目の上から4番目、左から3番目、上から4番目か。3、ここか。あ、何か入ってる。ババババ鍵ゲットするだけで、そんな重要な感じする？それ PC ルームの鍵。 PC ルームって1階の、今鍵でも2つついてなかった？1階の PC ルームの鍵。セーブするよ。行こっか。電話。お、あ、しおちん。何何1秒ぐらいの動画送ってきた。しおちん、しおちん、1秒ぐらいの動画送ってきたな。もう二度と再生できない1秒ぐらいの動画送ってきたんだけど。いや、なんだったらあれ 0.5 秒ぐらいだったな。誰あれ、あれしおちんなの？しかも、もしか呪った側の人なのかな。私がこのこいつは支配させてもらいましたみたいなさ、霊がなんか体を乗っ取るみたいな、結構あるパターン。あ、こっちから、あ、こっちから行けんだ。うわ、ここもうもはやどこかわからない。美術室。はい。で、 PC ルームってでもさっき見たよな。ここ調理室、ぐるっと戻った方がいいのか。ここは校長室、一応覚えとこっか。で、セーブ C の応接室に事務室。結構多いね、さすがに教室。あ、そっか、さっき2階だったっけ。あ、でも外出れないな。PC ルームは多分だけど、ここは職員室と、あれ物置だったよな。これなんだっけ。あ、 PC ルーム来た。 PC ルームの鍵を開けた。もうやりたい放題よ、やりたい放題やってんなお前。セーブしよう。何かあったらセーブだ、基本。さて、次はなんだ。あ、一個だけパソコンがついてる。うわ、文字薄っ、読めんわ。画面もちっちゃいから読めん。なんだかの、なんだかの、なんだ、な
なんか、なんて、もう面白い感じになっちゃってるって、面白い感じになっちゃってるって君、なんか、なになになに、高速 ASMR やめろ。いや、ヒント、ヒントくれた、あいつ。あらららららら、待って、すっごい高速 ASMR やってきたけど。57431、ちょっとこれ読みたいんだけど、ちょっと画面近づいていい？あ、読める。目の悪い人間ほど声には敏感なものよ。あなたはとても綺麗な声でクラスの人望も厚くてよくみんなの話題になってた。だってあなたは優等生の見本のような人ですものね。きっと私の頼みを聞いてくれると思ったの。エゴイスティックな他の人たちとは大違い。あ、なんか褒めてくれてない？すごい。何かが狂ってるような気がしました。それでも私はその少女の言う通りにダイヤルを回し、かっこ当時はまだダイヤル式の公衆電話でした、少女の言う通りに受話器を渡したのです。何の話しとんの？何の話これ？女の子は電話の向こうの誰かと声を潜めて話しては、時々こちらを見てにっこりと笑えました。その電話が終わり、少女が去った直後でした。私が途方もなく恐ろしいものに取り憑かれていたことに気づいたのは、お前が取り憑かれてるんかい？お前が取り憑かれたんかい？電話した少女じゃなくて。理由を詳しく説明することはできません。私のつまらない文章の意味を理解したものだけが取り憑かれる？それがこの少女の呪いのルールなのですから。ですって。はい、俺はバカなので取り憑かれません。はい、理解してないので、はい、これで今この俺が読んだ文章で何もかも理解した視聴者の方呪われますと。はい、でセーブして、あの文は何だったんだろうね。電話中、当時、かっこ当時あっての、なんかさ、これさあ、でもこの子がさ、私が途方もなく恐ろしいものに取り憑かれていたことに気づいたのは、やっぱこの子だよな、取り憑かれちゃってんの。電話で取り憑かれた。あ、これ取り憑かれてるってことだ、やっぱり。じゃあしおちんも、しおちんも取り憑かれてるんだ、絶対。もうあれ、あの映像見れなくなっちゃってる。コールもできない、セーブしかできん。うわ、もう一周セーブしたんだ、はや。こっち見、こっちは、てかさ、このさ、でもさ、この57431はどこで使うの？何が調べる？おー、ちー、おい、ロッカールームで、おい、ロッカーに入って死んでる、おい、池袋ウエストゲートパークのヤマピーじゃねえか。キングブチギレるぞ。ダイヤルキーがかかってる。あ、うわ、こんなすぐ使うんだ。57431、開いた、ロッカーの鍵が開いた。シオチンじゃない、シオチンじゃないの？は？メモ手に入れたよ。彼女は職員室にいる。すごいな、なんか幽霊がすごい、ちょっとなんか、なんだろうな、お使いをしたさせてくんな俺に。職員室ね。彼女っていうのはシオチンのことでいいのか？シオチンを返せ、幽霊。幽霊はもう返す気があるからこういうことを言ってくんでしょ。PC ルーム出れた。さあ、じゃあ職員室に行きまして、近かったからいいな。ここか？開いてる、開いてる、開いてる。セーブするよ。どこにいるんだ、うん、今ブーだったね。電話じゃない。うわ、なんかちょっとこれね、あのメニュー画面がね、ちょっとガチャガチャガチャってなっちゃうんだよね、ボタン押すと。しおちんいるよ、電話して。電話しよっか。しおちん、あ、なんか聞こえる、どっかに、どっかにしおちんの電話がある。どっかにしおちんの電話があんのか。しおちん、しおちん、しおちん。でもこれ、あ、皆さん、これホラーポイント、その2来るかも。どんじゃーい、ごめんなさい、喋ってる最中に来るっていう、ごめんなさいね。逃げんのかこいつ、もしかしてロッカーでずっと待ってたのか。お前かわいいな、かわいいな。さて、どこに逃げよう。え、いるな。さて、さて、上に行こう。さあ、上に行こう。まだ来るか、もうこれか、あ、来てないか。
もう来てない、あんま追ってこないタイプなんだね。あんま追ってこないんだね。でも距離としてはもう40メーターもないぐらいだと思うけどね。怖い、怖いよ。シホンどこ行っちゃったの？そうだよな、ユキちゃん、下にも降りれないもんな。もう下は変なやついるもんな。あの幽霊、謎の幽霊、あいつがシオチンを多分呪ったんだろうな。どうしよう、警察に電話する？でも忍び込んだことがバレたらやばいかな。あー、もう今自分の身の危険よりもそういうバレたら怒られるっていうそっちの恐怖も感じちゃってるわけね。あー、よくないよ。まあその気持ちは分かんなくもないけど、よくない。もう自分の身を第一にもう電話した方がいい。怒られること前提で電話した方がいいのよ。司法さん、電話せい。あいつに殺されちゃう、殺されちゃうならもっと電話せい。もしかしたらどこかの教室に逃げてるかも。なんだ、なんか謎の音すんな。謎の音するぞ。バンタクシーンみたいな。どっかの教室、しおちん、しおちん、どこの教室にいんの？ちょっと待って、コールしていい？できないな、しおちん。ちょっととりあえず見てく教室。あ、そっか、入れねえんだ俺そもそも。二の A、 そもそもそっか、ここしか入れねえんだ俺。いるか？いないな。あ、こんな花だったっけ？あれ、こんな花だったっけ？セーブして電話。あ、来た。なんで電話に出てくれなかったの？なんで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 、どうして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 、なんでどうして、なんで呪ってやる呪ってやる呪ってやる呪っていいよね。選択肢が2つしかないんだったら、しかもはいしかないんだったら別に呪ってもいいですけど、ちょっと文章が読みづらいかなって。なんでどうして、なんでなんでどうしてって。まあ呪ってもはい。押せない、押せない。出た。あいつ自己顕示欲の塊かよ。なんだあいつ、どうしても自分っていう存在知ってほしいんだね。しかも顔でアピールしてくるんだな。どうしても自分っていう存在、もうそういうことか、目立ちたがりなんだな。そういうことだな、ネットで活動してるやつらと一緒よ。目立ちたがりなんだよ。なんかさ、目立ちたがりじゃないよ、なんか引きこもりです陰キャですみたいなアピールしてるけど、ネットに何か活動してる時点でもう完全に目立ちたがり屋なのよ。セーブしよう。血の中に何かある？普通に言うなよ。血の中に何かあるなんて、血の中をぐちゃぐちゃぐちゃって触るな。何が、ドドン出た、物置の鍵。基本的に 2個セットでもらえる。スペアキーももらえる。セーブしよう、物置。じゃあ行くか。こうか。いいね、サクサク進むし分かりやすいしで。待って、なんか襲ってきそうじゃない？なんかどっかからバタン来そうじゃない？来ないか？どっかからガチャン来そうな感じするけどな。あ、こっか、物置。物置の鍵開けた。あーっと、セーブしようか。来そうな感じするな、なんか。さて、次ここには何？鍵閉まんなかったか？おい、鍵閉まんなかったか？開かないことに何か言え。おい、なぜお前は何も言わない？今まで逐一俺に報告してくれただろう。なぜ急にここでほうれん草をやめる？報告連絡相談をしなくなる。来ちゃったんじゃない？うわ、来た。ちゃんと鍵開けてきた。絶対絶命。でもイベントだから大丈夫だろ。やめて、いや、殺さないで。大丈夫でしょ？え？しょうもな、しょうもな、しょうもな。ゆきちゃん、縁を切れ、こいつらと。今すぐにこいつらと縁を切れ。いいな、明日からもう縁を切れ。縁を切りなさい。ドッキリ大成功！イエーイ！あー！すっごい嫌な笑い方するこいつ。あ、呆れてますね。は？は？
もう最高、めっちゃ笑った。あんたの怖がる姿ドッキリしてきたな。深夜の学校を使ってドッキリしてきてしやがった。こいつら YouTuber になったら危ねえ奴らになるぞ。多分過激なことイコール面白い見られるとか勘違いする。それが面白いと思ってどんどん過激なことやって、炎上した時に気づくタイプの YouTuber になるぞ。絶対やんないよお前ら。あんたの怖がる姿、嘘でしょ。怖かったでしょ。本気でビビってたもんね。はあ、本当にこっちは死ぬかと思ったのに。めっちゃ笑ったわ。ちなみにそのお化けは厚底を履いてマスクかぶってゆかりだからね。あ、なるほど。だからあの職員室のロッカーとかで待機してたってことなんだ。あんなね、なんかもう普通にけなげにあそこで待ってたわけだもんね。前々からこのドッキリは企画しててさ、ちょうどよくユキが忘れ物したから結婚したってわけ。ああ、笑いすぎてお腹痛い。そんな面白い？そんな笑った？後で遠くのあんたの怖がる顔送ってあげるよ。最悪。まあでも相当な顔してたってことだよな。付き合い考えるよ、本当。うん、考えなさい。そんな怒んなってば。ゆかりもいい演技だったね。はあ。でもあの携帯のやつとかどうやったの？すごくない？確かに。確かに、あの LINE の演出はすごかったな。こだわり、パソコンのやつもやってんの？クオリティ高すぎんか？絶対本物の例もちょっと参加してるじゃん。本物の例参加型企画に絶対なってるって。はい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 、なるほどね。千代ちゃんも知らないパターンね、携帯の。じゃああのトークのやり取り知らないってことか。え？てかゆかりももう私マスク外しな。暑苦しいっしょ。おっと、嫌な予感さ。おい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 、おお、なるほど。本物のパターンですね。じゃあゆかりちゃんはどこに、ゆかりちゃんはもうすでにってこと？もしかどっかで眠ってんのか？これガチの、ゆかりちゃんが本当に実は中身もゆかりで、ムカつくから首牛じゃないよな。あ、ガチ？あ、ガチだ！うわ、ガチなやつだ！キャー！お前だけ逃げるんかい？あいつ追っかけるんかい？俺置いてけぼりかい？セブシオ、イカレ女子高生ともふざけんなよ。京子、京子、すごい、京子京子っていうのアニマル浜口だけかと思ったらちゃんとユキちゃんも言ってたな。嘘、死んでるの？嘘でしょ。警察、電話しなきゃ。あ、電話しよう電話しよう。110番発信中だ。もしもし、あの、何？4分44秒も喋ってませんけど。10秒ぐらいでしたけど。そんな、警察ちゃんと仕事しろよ。どうしよう、電話が。とにかく玄関から逃げないと。警察ふざけてんな。職務、遠くが赤い。職務放棄。あ、死んでる。承知、死んでる絶対。なんだこれ、画像は何だったっけ。は、なんかこの、今の、ごめんね。ちょっと画面勝手に切り替わったんだけど、この、今もう一回このボタンを押すと、URL が勝手に開くのよ、ブラウザが。ブラウザが開くのよ。あ、開いたんだけど、あ、もうないな。もう出なくなったな。いけるかな？この、呪われてる URL あるじゃん。この URL。明らかに呪われてる URL。これを勝手にボタン押したら開いたんだけど、これをボタンを押して開くと、この画面が出てくるの。これ。もうサービス終了しちゃってんのよ。ヤフージャパンを使った何かだったんだろうね。サービス終了して何も見れなくなっちゃってんのよ。ヤフーサービス終了のお知らせ。何だった、何だったんだろうな。見てー、見てーな、何だったんだろうな、ヤフージャパン。幽霊がヤフージャパンを使うな。じゃあ続きやっていきます。あれさ、幽霊なのかな本当に。でも幽霊以外の技、呪いとかってことなのかな。
コールも誰にもできないしょ。でセーブだけして、ごめんな、ちょっと待ってろよ。あ、なんか赤くなってない、ここ。あ、テープ貼ってるだけか。で玄関から出れる。でもさ、もう置いてって、まあ、今はもうさ、考えてる暇じゃねえよな。とにかく自分の身を、自分の身が一番よ。なんで、なんで開かないの。お決まりですからね、ホラーのお決まりですから。鍵はかかってないのに。じゃあユキちゃんが全然力ないんじゃない。握力 0.2 とかなんじゃない。開かなくなってる。どこ行く、何する。84もう嫌だ。お母さん助けて。塩どこ行ったの。もうさ、とにかく全員に電話しようぜ。警察はもう職務放棄してたんだから。コール。なぜ誰にも電話しない、お前は。さっきの警察で怖くなっちゃったか。トークは何もない。オッケー。わかり、このスタンプムカつくな。セーブしよっか。どこに行けばいいんだ、じゃあ。あとどっか行く。おい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 、なんか血が怪しいね。ここに入っていいのか。ここに、うわあ、しほちん、しほちん。あ、なんか光ってる。何、ババーン出た。屋上の鍵。は、屋上に行くな。お前、タイトル画面の、タイトル画面じゃないか、あれ。これもしかして屋上になぜ行く。下に行きたいのに。開かない。あ、開けることができない。しほちん、しほちん、明らかに血が出てんのに。しほちん、トークはできないし、電話もできない。しほちん、なんかもうあっけなく、俺の予想通りでお前死んでんじゃねえか。暗くなったよ、急に。しほちん、あなたの後ろに誰もいないと言えますか。あなたの後ろに誰もいないと言えますか。ごめんなさい、すごく大事なのに噛んじゃってますね。あなたの後ろには私が。しほちん、これはしほちんの高レベルドッキリ、二重のドッキリをかけてんじゃないか。しほちんのドッキリクオリティ高、しほちんのプロレベルのクオリティのドッキリ仕掛けてくる。セーブだ。じゃあさっきの京子、さっきの京子もギリギリ息の根が残ってるぐらいの首絞めだったのか。いいな、なんかいいな、このなんか程よい、確かに程よく分かりやすくホラー感もありつつでいいね。特にメールも来てないし。屋上に行けばいいってことかい。この俺のステップを見ろ、華麗なこの斜めステップは。じゃあ屋上、確かにこれ上、誰、うん、すごいズンズンズンって薄くなってった。誰、絶対キーキャラやん。なんだっけ、なんか、あ、あれ、あ、待って、これ2階だっけ。あれじゃない、俺の後ろの席のさ、安藤さん、安藤さんじゃない。え、いるのか。あ、アイテムある。これってババ青いブレスレット、ボロボロだな。メモ見るか。 PC ルーム、彼の職員室にいる、血まみれで赤くなってしまってる。クラスにまだ馴染めていない時、彼女がくれた大切なもの。うわ、おっと、優しい子だったんだね。で、仲良かったんだね、やっぱり。屋上行っていいのかな。これ屋上行っていいのかな。なんかまだあんのかな、他のアイテムとか必要なのか。あ、屋上、電話。あ、ママ、ママ助けたいの。あいつは私じゃない。あいつの言うことを聞かないで。誰、ママまで参加してんの、このドッキリ。ママ怖っ。え、これだってさ、 LINE の文章でこんな打ち方できないじゃん。もうこれスタンプじゃなきゃこんなことできないもんね。あいつは私じゃない。あいつの言うことは聞かないで。既読がつかない。既読がつかなくなってる。セーブしよう。
お母さんにも誰にも電話できない。上に行くよ。あ、鍵を開けた。さて、そろそろ終盤な感じする。そんな長くないっぽいんだよな。30分ぐらいで終わるゲームっぽいから。もう30分全然過ぎてんな。あ、あ、出た。なんか結構すごい、なんか背の高い綺麗な感じの人に見えるんだけどね、この人。動けるわけじゃない。あなたは安藤さんなんだよね。あーあー、やっぱそういうことなんだね。取り付いたっていうことなんだね。ゆかりの体に取り付いたんだね。あなたをいじめて。最低じゃん。こういうの俺はっきり言うけど、自分に馴染めてないとき優しくしてくれた子こそ一番大事にしてあげなきゃいけねえんじゃねえのか。安藤さんが何かしたのか、お前に。京子と志保、そして残るのは私。そうだよね。私たちはあなたに許されるはずのないとてもひどいことをしたもん。死んで当然だよね。だから私を許さないっていう。あ、この子そんな過去があったんだ。私たちがあなたを殺したように一緒に死んでよ。わかった。電話。お、ママ。あ、これ安藤さんのセリフなのか。安藤さんが撃ってきてくれてるってことなのか。そいつは私じゃない。騙されないで。これってどういう。うわ、なんか、うん、ちょっとバランスがおかしいけど。あ、ちゃんと追ってきた。うわ、やばいぞ。安藤さんはそんな人じゃないんだもんな。誰か助け。安藤さん。安藤さんじゃない。誰だ。今日から転校して。ああ、ゆきちゃんか。びっくりした。これもう名字ばっかりに取られてた。ゆきちゃんか。転校生だったゆきちゃんに仲良くしてくれた最初の友達が安藤さんだったってことね。で、後々その子をいじめて。うわ、そりゃダメだわ。今日から転校してきました。アイナかな。アイナゆきと申します。今日は教科書貸してくれたり、教室の場所教えてくれたり、いろいろ助かっちゃった。ありがとうね。うん、全然いいよ。それよりこんな田舎にいきなり引っ越しなんて大変だね。まあ来るまでは不安だったけど、でも安藤さんみたいな優しい子がいてくれて安心した。別にそんなことないよ。今度一緒に遊びに行こうよ。近くのどこか面白いとこ紹介してよ。いいよ、遊ぼう遊ぼう。あ、そうだ、じゃあこれお礼に。ブレスレットか。あ、キラキラしてて可愛い。ブレスネットだ、ブレスネット。引っ越す前、新宿の雑貨屋さんで買ったんだ。こっちで一番最初に友達になった人にあげようって。わー、もうゆきちゃんも君もさ、優しい子なのにさ、周りに影響されて君も悪くなったんだな。でもそれは周りが悪いんじゃないぞ、ゆきちゃんが悪いからな。結局嬉しい、ありがとう、大切にするね。今日から友達、ずっと仲良しでいようね。でもなんかちょっとリアルでありそうだよな、こういう話って。ね、かなって呼んでいい？もう友達だしさ。うん。あー、うざいうざい、そうやっておどおどしてマジキモ。京子ひでー、マジ泣いちゃってんじゃん。もう学校来んなよ、イライラするし。ほんとキモいから。ねえ、早く帰ろうよ。カラオケの安い時間終わっちゃうし。ああ、夕方までのなんか夜タイムは値段が上がっちゃうみたいな。よし、帰ろう帰ろう。ゆきちゃん、君でしょ、
守ってあげなきゃいけないのは。おー、ゆきちゃん。忘れ物？ゆきゆき、この後一緒にカラオケ行かない？ねえ。カナをいじめるの。あ、ここ、そうだよ。ああ、怖いのはわかる。でもよく言った。よく言った。やめた方がいいんじゃない？かな。おいおい、ここでそのギャグは絶対やっちゃいけないって、ゆきちゃん。そこでかなちゃんの名前ギャグ絶対やっちゃいけないって。いじめるのやめた方がいいんじゃないかなって、最悪のギャグ言ってるよ、ゆきちゃん。は？いや、だって先生にバレたらやばいし、大騒ぎになっちゃったら大変だしさ。うん。でも、かなちゃんをちゃんとお前が守ってやれ。ああ、大丈夫大丈夫。あいつにチクるとかそんなことできるわけねえから。そうそう。なんて言ったって、弱み握っちゃってるし。それよりカラオッケ。ね。ゆきも行こう。え？うん。ここでお前が助けてやれよ。ずっと友達って言ったんだろ。ごめんね。私何もできなかった。つらかったよね。いじめられて、見捨てられて、誰にも相談できなくて、許せないよね。恨むよね。本当に本当にごめんなさい。あ、それ私のあげたブレスレット。いじめ止めようとしてくれてありがとう。そうだよな、止めようとはしたけど、でもさ、まあ、ゆきちゃんなりには精一杯頑張ったのかな。かなちゃんのこと大事だから言ったけど、やっぱそうだよね、いじめっ子って逆らうとすごく次は自分が標的になっちゃうかもっていう不安もあるしな。そういうのもあっていろいろ大変。ほんとさ、俺がここのクラスに乗り込んでやるわ。あの女三人どもに、おいバカサンバガラスって言って、何しとんじゃんって言えんだけどな。私はゆきちゃんありがとう。お互い一緒のブレスレットつけてたんじゃないのか。ありがとう。すごい綺麗な大空になってる。一日寝てた？眩しい。朝だ。風強め。私助かったんだ。お前何してる？落ちんだよ。そっか。ゆかりに取り付いたのは、そういうことなんだね。ごめんなさいね、あまりこのワード言えなくて。 YouTube 的にすごい今なんか引っかかりやすくなって、規制されやすくなってて、あんま読めなくなってるんですよ。カナは助けてくれたんだね。そういうことだったのか。最後の最後まで優しかったんだな、カナちゃんは。じゃあ今、私は今あいつ寝てんだからさ、持って振って投げろ。やっぱり自分を許すことはできないけど、それでもカナが許してくれたから、これからはきっときっと変わってみせるよ。ありがとう。さよならカナ。報われない。かなちゃんからだったんだもんな。助けてくれてたんだもんな。おい、ちょっとなんか現実的な感じのよりの話だったかもしんないね。ありがとうございました。なんかホラー要素が、絶妙にポン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 、しかもテンポよく、すごくテンポがいいゲームで面白かったな。なんかどこかですよ、セーブここでさせんの？今セーブさせんの？まだなんか続くの？もしかして
最後までプレイありがとうございました。こちらこそありがとうございました。制作者さん同じ名前でしたね。キヨさんありがとうございましたって、自分じゃないですよみたいな、ごめんなさい、俺もしょうもないギャグ言っちゃいましたね。タイトルが変わってる。ああ許してくれたっていうね。でもこれなんかねマルチエンドっぽいんだよな。多分さ、これ屋上の鍵持ってブレスレットを取らない状態とかで、あ、いけるんじゃないこれ。やべえ、俺バッドエンドだろこれ。絶対絶対にバッドエンドだよねこれ。また、いや基本俺はね悪いエンディングからのいいエンディングみたいな感じのパターンで見るのが一番いいのかなと思ったけど、絶対こういうゲームやるといいエンディング見てから悪いエンディングで終わるっていう後味悪しの状態で終わっちゃうな。これ奇跡的にさ、ドッキリでした第2弾みたいな、そんなオチにできないかな。あなたは安藤さんなんだよね。あ、変わんないのかこれもしかして。あ、違うのか分岐が。あ、一緒だな。あ、一緒に死んでよまで一緒だな。おい変わった。あ、タイトル画面のやつだ。危ないから、そんなとこいたら危ないって。一緒に、すごい、そんな簡単に、そんな簡単、命を大事にしなさい。しかもそっか、気づいてないんだよね、ブレスレットは持ってないから。そこの幽霊が安藤さんだと思っちゃってるけど、本当の正体は違う霊だったんだもんね。悪いエンディング見てます。彼女のいじめられ悩んだ日々の苦しみは永遠に癒されることはない。うん、加害者たちはただ自分たちのストレスを発散するために彼女を、いやーほんと良くない話ですと追い込んだのだ。ほんと良くない。しかも加害者側は大してそれが大事になると思ってないんだよね。軽い気持ちでやったりしてたりするんだよね。弱いものをいじめてるっていう感覚だけ分かってる、いじめてるって分かってるけど、それを楽しいとかさ、ストレス発散とか、もうクズ中のクズよな。本当に分かるわ、クズ中のクズなんだろうなそいつらは。って彼女を追い詰めたのは加害者だけではなく傍観者もまた同じ。はあ、ここが難しいところだと思うわ。助けるっていうことによって自分もさ、そのなんて言うんだろうね、次のいじめのターゲットになる可能性もあるし、勇気を振り絞る、でも大事だよ勇気振り絞るのって。見て見ぬふりをして我が身を案じ、私はただ彼女はただただ見殺しにしたのだ。何もできなかった、私はそんな私を許せない。私は許さない。タイトル回収。あ、また出てきた。声が可愛い。笑い声が可愛い。終わった。ちょっとこう考えてみたら重いテーマな部分もあったね。結構身近に存在する分さ。で、俺もね、悪いものを悪いって言ってるだけの、結局ね、誰しもが分かってはいることを言ってるだけだからね、声を大にして。実際リアルに遭遇すると自分がそういうことできんのかって言われたら、何ができるかなんて無力かもしれないのにっていう。でも、うん、言い続けなきゃいけないと思うわ、悪いものに対しては悪いっていうの。え、何 ?F12 キー？ F、ファンクションキーと F12？ F12 押せばいいの？それでは呪われてくださいって。F12 押したよ。何今の、なんかあったの、なんかあったのかな。ちょっと F12 が気になっちゃって、もう一回見てます。もう一回エンディングを見ました。なんかあったんだよね。 F12 キーで呪われてくる。何何あれF12 キーとか押してないよ俺何？こんなにも全然出てこない、あいつ
なんだあの一回だけチラって出てきやがったあいつ、何なんだよ。だって F12 押したらゲームリセットのボタンなのよ。俺は F12 押したらゲームリセットしちゃうのよ。 F12 って書いてるよね、これ。どう見ても F12、 あ、 F1 とか押したらなんか出てくんな、他のやつが出てきちゃう。え、 F12 押してみていい？押すよ。リセットじゃないの？呪われてくださいって。リセットじゃねえか。